はい、皆さんお久しぶりです。ユミハです。今回は4月7日に行われましたジャンプスカウトキャラバン in 京都会場の仕込み感想をお伝えしたいと思います。イエーイ。で、なんでこんなに時間がかかったのかというと、持ち込んだ当時原稿が完成していなかったからです。はい、ついにやっちゃいました。でも行きたかったんでしょうがない。結構ね、悩んだんですよ。一応大阪会場とかあったんですけど、まあね、3月4月ってやっぱね、忙しいんですよね。なんで常日頃完成した原稿を持っておきたいんですけど、なかなかね、働きながらやと難しいんで、もういいやと思って持ち込みました。で、その日ね、東京でヒプマイのね、ライブもあったんですよ。なので午前中ダッシュで新幹線に乗り、京都へ着き、で一番乗り、ほぼ一番乗りで持ち込みをして出ていく、そしてそのまま東京に行くっていうルートでしておりました。でね、なんでこんなに動画を出さなかったのかっていうと、まあ原稿が完成していなかったのもあったんですけど、あのビデオ、テレビ撮影みたいな、多分ね、そのうち YouTube で上がるんじゃないかな。 YouTube でこんなイベントやってましたよってことで、それ用の資料として出すんだろうなって感じで、でもやっぱね、悩んだんですよ。これ出して後から自分が分かるような用紙がね、スカウトキャラバンのその映像に入ってたら、まあさすがに顔は映らないって言ってもバレるなとなんでこの動画はその本家のね、ジャンプチャンネルさんで、スカウトキャラバンの動画出ました、京都会場にもし私が映ってたら、この動画速攻非公開にしますので、まあ、期間限定、まあほぼ今のところね、多分出てないと思うんですよ。ジャンプチャンネル一応チェックしてるんですけど、出てないと思うんですけど、まあほぼ、まあ夏休みだし、ぜひともね、若い子たちに持ち込み行ってほしいなって思いでこの動画を作成しております。夏休み限定動画か、もしくは夏休み終わったら消すか、それかジャンプチャンネルさんでそのスカウトキャラバンの動画が公開された時にこの動画を非公開にします。先に言っときます、非公開にしますので、まあ期間限定でお楽しみいただければと思います。で、なんでその若い子たちに行ってほしいのかって言ったら、あのね、小学生ぐらいの子が来てたんですよ。で、アナログの原稿を持って男の子がね、いてね、で、うわすごいこの子、私小学校の時原稿一回も完成せんかったわーと思って、まあ見守ってたんですよ。偉いね、こんな大人だらけの集団に一人で来てと思って。その子ね、多分一人で来てたんですよ。まあ、近くに保護者の方もいなくて、自分で原稿を持って、アナログのね、原稿に封筒を入れたりして、もうだいぶあれから3ヶ月経って、記憶がちょっとね、おぼろげなんですけど、まあ、ほぼ大学生の子、男の子と、ほぼ社会人で女の人私だけやったかもしれないし、その後来たかもしれないけど、でも、その子ね、名刺もらってたんですよ。ね。やっぱね、若い時に行って、思い出名刺もらえばよかった、みたいな。ちょっとね、ちょっぴり悔しい思いもしたので、ぜひね、この夏休みっていう期間をね、存分に使って、原稿を完成させて、持ち込み行ってほしいなって思います。
でもさ、最近新幹線さ、止まったりするやん。暑さでレール曲がったり、台風来たりしてさ、もう、地方組のね、持ち込みの難易度がめちゃくちゃ上がってるような気がしません？本当に。ねえ、飛行機もまあ、便利っちゃ便利やけど、ね、時間は短くなるけど、着いてからのね、移動がね、飛行機、ね、あんま分かってないですよね。新幹線からのルートですぐ電車乗れる感じで行くんで。本当に、異常気象勘弁してくれって感じなんですけれども。私もね、今年原稿完成したらまた持ち込みに行こうかなーとは思ってて。で、今なら、一時サンデーさんがね、4月か5月か6月ぐらいに持ち込みしに来てくれた方に冊子プレゼントしまーすってやってたんですけど、まあ、もちろん私原稿完成してなくて、わあもう取りに行けないと思ってたらジャンプさんがやり始めたので、ね、同じような冊子なのかわからないんですけれども、ぜひね、数量限定だったんで、もらいに行きたいなぁと思いつつ、でも暑いよなぁ、みたいな。ちょっと外に出ただけで暑いじゃないですか。ねえ、ほんとに。夏の持ち込み、ね、行きたいなぁと思いつつ、一歩も外から出てないユミハです。会場が声優さんのサイン会とか、まあ、会社とかでも使ったことがある、まあ、会社の説明会とかでも、まあ、有名だよねって感じで、TKP のガーデンシティ京都タワーホテルさくらっていう場所だったんですけど、京都駅降りてすぐ目の前に、一応ね、京都タワーアリーの、ガーデンシティ京都タワーホテルってあったんですけど、私ね、これ行った時、TKP ガーデンシティ京都ってやってるのがあって、あ、ややこ違う会場に乗り込むところでした。危ない、もう。 もうね、難しいわ。ね、こんな、ね、私と同じように間違えたんかなっていう子も男の子いて、多分違うよね、みたいな感じで出てたから、私も一回エスカレート登ったけど降りて、で、その後ね、ツイッター、まあ、X で、こういう行き方しますよっていうところで、その動画見て、慌てて隣のタワーホテルに行って、やっぱりちょっと出遅れた、一番乗りのつもりが出遅れたと思って、で、一応そこエレベーターホール、入り口のところに、桜って書いて、ジャンプスカウトキャラバン2024京都会場っていうところで乗り込んだ。まあ、立派なホテルのね、会議室で、エレベーター降りてすぐワンピースのね、大きいポスターが、ワンピース？まあ、ジャンプのね、ワンピースのキャラを中心に後ろにね、でかいポスタードーンってあって、おお、すっごい会場と思って。で、たんですけど、まあ原稿がね完成していなかったんで、まあ何を書いてるのかわかんないみたいな。まあ確かにそうと思って、確かにそうですよねーって感じになって、その後もらう冊子がバカでかくて めっちゃ原稿用紙のサイズやんみたいな。だってその日ちょうどね、ライブ終わってアパホテルに泊まろうとして、アパホテルの社長さんの本と一緒に置いてみたんですけど、ね、これを持って行くっていう でもね、めっちゃ見応えあって、まあ確かにね、今の男の子ってそんなでっかいカバン持ってこないじゃないですか。iPad 入れるカバンぐらいか、まあ、大きいね、小学生ぐらいの男の子が持ってたアナログ原稿の子は、その封筒にちょっとね、持ってくるようなカバン、
原稿、あの黒いあのあれに入れてて持って帰ってたんですけど、私リュックで行ったけど、でもそのリュックもさ、なんかパンパンでやっぱ入るかなみたいな、ほぼ着替え入ってたから、中で開けてね、なんかこの子夜逃げしてきたんかなレベルの荷物やったから、まあ、気持ちエコバッグに入れて持って帰ったんですけどね、結構いい感じの冊子でございました。わつさんもね写真撮ったんですけど、こんな感じでめっちゃ良かったっす。はい、というところで持ち込みのフィードバックをいただきましたので、一部紹介させていただきます。で、体感15分ぐらいで、でいつもと持ち込みの雰囲気が違うのは、まあカメラがあることですよね。まあ意識しますよね、姿勢は腰にグッと力を入れて姿勢よく書いていました。もちろん字は汚いです頭の中で想像しているのを伝えるぐらい面白い話をうまく伝えられるか意識してください。で、何が起きているか、誰が喋っているのか、一緒に写っているコマの位置関係で、どの距離感から主人公が歩いてくるのか、立ち位置がわかるコマで、闇に紛れている絵って書いちゃったんですよ。闇に紛れてますみたいな画力ねみたいな。でもそういう時はもう自分の中でそういう書ける引き出しがなければ、既存の作品から引き出せるようにしてくださいということで、例えばヒロアカ、僕のヒーローアカデミアに出てくる森の中で戦うシーンで、闇に紛れて歩く、闇に紛れてるシーンのところがあるので、そこから参考にして書くようにしてくださいみたいな、もう書くことを諦めないみたいな、既存の作品から引き出せるように、まあ、簡単に言うと自分の想像しているシーンに近いものを引き出すために、まあ、多少パクってもいいというところでね。やっぱね、パクるってなると結構ね風当たり強いじゃないですか。だからなんかそのなんていうんだ、オマージュ、リスペクト、もうその加減がね難しい。でもまあ結局練習として同じものを書くっていう点ではいいのかもしれないですよね。うん。で、私ね、なんかすごいショックだったのがね、まあこんなに3ヶ月もの間お前は何をしていたんだって話なんですけど、めちゃくちゃ次の言葉にショック受けてました。もうね、それが自分の中で言われたら確かにそうやなみたいな、なんでこんなん書いたんやろうって本当にめっちゃくちゃ後悔するぐらい指摘されたことでショックだったのが、コンクリートは黒くない、まあ、確かにそうだわみたいななんで私コンクリートって黒く塗ったんだろうみたいな、もうねそれがすっごいショックで小説書いてました。いいよねこういう時、なんか漫画書くの嫌なったら小説書こうってね、なれるのは小説ね、携帯小説書いててよかったなって思うところですね。はい、確かにコンクリートは黒くねえわ、漫画の中のコンクリートは。なんだろう、カラー漫画になりすぎてたんかな、縦漫画読んでて、あ、コンクリート黒いわみたいな。ね、でその後ね読んだねルリドラゴンが本当に白い確かに白い、うん、そうだわ、これがジャンプ漫画やわと思って、もうすっごいそれねショック受けて動画出せずにいました。本当に黒はキャラの黒ベタに使いなさいって初歩的なこと言われました。はい
で確かに私背景めっちゃ書いてたら、そのカラスの話なんですよ。人外書きたいなみたいな思って、カラスが背景に紛れとるがなみたいなうわーみたいな、なんか書いてるときやっぱね夢中なんですよね。で第三者の目線で見て、あー確かにそうやわみたいな、なんか変やわみたいな。なんで持ち込みおすすめします。でまあ画力は最初の持ち込みに比べたらそんなに見て書きなさいとは言われなくなりました。次の段階、既存の作品真似して書いてがミッションとして追加されました。まあ、お話意味わからんっていう、みんな確かに完成してないが意味わからんみたいな感じなんですけれども、まあカラス題材として少年受け20丸で、主人公の少年の孤独わからないみたいな、で吹き出し誰が喋っているのか角をつけてくださいみたいな、まあ、今の子そんな漫画ね読むのがわからないみたいな、まあ多分私たち世代が読みすぎて、まあ勝手に解釈しちゃうのもあるんですけど、やっぱり私の最初の漫画ってチャオなんですよね、少女漫画なんで、やっぱまあコマが大きいし誰が喋ってるのか確かに吹き出しいっぱいあったし、そういう点で自分の漫画が最初に読んでもらえると仮定して分かりやすく原稿を書いていきたいなって思いました。まだまだね漫画の小回りうまくいってなくて、読者の目の動きとか意識して、でまあ今回印刷する時間もなかったんで PDF にして持っていったんですけど、まあ PDF のこのデータでこの女の子右男の左っていうのをちょっとチェンジして、先に吹き出しを書いてそこから絵を描くってやっぱねそういうのがいいのかなみたいな、なんとなく女の子こっち男のこっちで書いて吹き出しで書いたけど、でもやっぱ逆の方が読みやすい、読者さんの目線からしたら読みやすいよねっていうところで変えたり、まあコンクリート黒いねに近いんですけれどもトーン使いすぎ言われました。そうよね、やっぱね紙面でさ読むとさやっぱ荒いじゃん電子に比べて。でもまあ最近は電子書籍でね12時になったらピッて帰るからいいんすけど、でも確かにこれ紙面で見たらもうぐっちゃぐちゃで何書いてるんかわからないんやろうなみたいな。他人に見せるものとしては見づらいよねみたいな、まあ画力ごまかしてるよねみたいな、あー刺さる、めちゃくちゃ刺さるみたいな、まあ、基本墨べただけでグレーは書き闇ね、もう書き闇とかねすぐトーンベタベタベタって貼っちゃうんすけど、あと人物の絵不安定なのでちゃんと描こうねみたいなね、なんであんな描けないんだろう、本当に不思議、顔変わるんよね。まだもう一個ねショックなことあったんですよ。それがね横の範囲を狭くで縦広くみたいな小回りの感覚が変みたいな、次のコマが近いものをする順番が分かるようにするってこと で、あとツールや CG を使わないでねみたいな、ペンで表現しなさいみたいな、はいみたいな、もうね背景ね書くのが本当に楽しくない、辛い、面白くないだから病院のベッドの質感がないみたいな、 CG みたいって。でキャラの着てる服の布のふわっと感、終わりました。15分のねえもうショックよね。なんか誰も言ってくれんかったやんみたいな、きっとねそのレベルまで行ってないから、まあ最低限のレベルがちょっと上がったことによってで指摘されるっていうところで言うと、まあ自分の画力はちょっと上がったのかっていうのと同時に誰か言ってくれよみたいな
ックがすごくて、7月までね、スカウトキャラバンの動画、スカウトキャラバンの持ち込み動画出せずにいました。でもまあショック受けてばっかりじゃ人生は進みませんよっていうところで、8月気合い入れようと思って、はい、というところで今回の漫画は第23回漫画大賞秋の陣というところでアルファポリスさんに投稿しております。リンクの方をね、概要欄に貼っておりますので、よかったら見てくださると嬉しいです。お気に入り登録、ハートなどお待ちしております。ぜひね、私のフィードバックを参考にして、あなたの原稿レベルアップさせちゃってください。あ、そうそうそう、あに YouTube から来ましたっていうコメントいらないんで大丈夫です。はい。大丈夫です。本当に一応ね、てかあんまね、私自身シャクサさんの Twitter とか X 見るの苦手で、なんか話読んで YouTube 来るのは違う派なんですよ。本当に来ないでって感じなんです。YouTube から入って漫画見てほしいっていう気持ちでこの YouTube 続けてるので、私の動画見て、あ、こういう話を書いているんだなってことで、話を見てくれるの嬉しいんですけど、話を見てこっち側に YouTube 側に来るのは嫌なんですよね。逆輸入は大丈夫です。うん、なんかね、こういう話書いてる人ってこういうことを言ったりやってるんだっていう、見られるの苦手っていうか、私自身本当にネットに、私が書いてるお話リア友に一切見せてないんですよね。恥ずかしくて見せられない、なんだろうな。なので、まあちょっとめんどくさい性格なんですけど、コメントには作品だけの、もし感想を書いてくださる方がいらっしゃれば、漫画のお話の感想でよろしくお願いいたします。はい、で次なんですけれども、もし東京まで行って持ち込みってめちゃくちゃボロカス言われて、なんか気持ちズーンってなっちゃうじゃないですか。でその時点でなんか東京って嫌な街だな、嫌な人間がいっぱいいるなみたいな思ってほしくないんで、東京行ってまあ泊まれるなら一泊して観光して帰るのがおすすめです。一箇所ね。でもハリーポッター行くのはまず4時間5時間コースなんで、もう1日楽しむ気分でハリーポッターは行ってください。ハリーポッターのね、豊島園めっちゃくちゃ良かったね、楽しすぎて5000円払ってほうき乗ってる写真買っちゃったよ。作画資料なるとか言って。やっぱね、ああいう現場っていうか本物を見て自分の目を鍛え上げるなりね、渋谷のスカイビルで大空を見てね、気分を上げたりとかね、まあ、渋谷スカイビルは予約制なんですけど、まあ、そこは天気を見てね。私行こうとした日曇りやったんで、いや曇りにお金払いたくねえわっていう関西人なので行ったことないんですけれども、ぜひともね、空を見て、おー東京の空は広いなと思ってね、飛び降りとかダメですよ、全然ね、まだまだ頑張れるんで、なんかそういう観光して
変えるのがおすすめです。なんかまあマジでね、なんか持ち込み行ってすぐ帰ると結構ね落ち込むんすよね、帰りの新幹線なんでもっとうまくできんかったんやろみたいな、なんでこんなこと自分で気づけなかったんやろみたいな、へこむことがあるんですけど、やっぱね持ち込みとうまくいかなかった時の保険用に観光をセットにして、この夏持ち込み行くのおすすめしますね。今ね行きたいところはあの墨田区にある北斎美術館なんだっけ、そうそう墨田北斎美術館だ。行ったことないんですけれども、なんかねテレビでちらっと新しい新冊に出てくるものみたいな感じで特集やってて、で墨田北斎美術館ってやってたので、まだ行ったことないんですけれども、次持ち込み行くときは行ってみたいなーっていうところを候補に挙げさせていただいておりますっていうところでね、せっかく東京行って持ち込み行くなら、もういっぱいね吸収して帰ってやろうっていう気持ちで挑むのがおすすめです。あれもおすすめ、迎賓館行った時めちゃくちゃ雨あったんですけど、まあ、中はねもちろん撮影はできないんですけれども、やっぱね説明とかこうねパンフレットとか読んでね、こういう建物すっごいみたいな、外は写真撮れるんで外の写真も撮って漫画の背景の参考にしたりとかね、目をね養って目のレベルアップをするのもありだし、ぜひ行ってみてください。それでは皆さん、良き漫画家志望ライフを。バイバーイ。あ、でもねあれだわ、コロナ流行ってるから本当に気をつけてね。私去年夏風邪、まあ皆さんご存知の通り去年ねすんごい夏風邪ひいちゃってね、もうマジ体力ボロボロ、何もやる気出ない、咳出てるけど眠れないみたいな、もう最悪やったね。それでもコロナじゃないみたいなね。手洗いうがいマスク忘れずに、まずねほんと漫画仕上げるのにね体力めっちゃくちゃ使うんで、まあ、たまにはね歩いてね運動して歩くとして、うん本当にねコロナにかからないようにね、コロナかかるとね本当にね何にもできないからね、うんっていうところで気をつけてね、感染にも気をつけてねっていうところで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。